姫島は、大分県北東部の国崎半島沖に浮かぶ島で、ある。一島一村であり、全島で、東国崎郡姫島村を形成する。人口1991人。国海神話で、イザナギとイザナミが生んだ島の一つ女島とされる。1950年に全域が、瀬戸内海国立公園に指定されている。国崎半島と、 姫島アメリカ航空宇宙局撮影国東半島の北約6キロメートル、瀬戸内海の西部、スオーナダと、イオナダとの境界に位置する。最高峰のヤハズ岳を中央に、西にダルマ山、東に、ヤケノガク、東端に柱ケ岳島が連なり、南北が約4キロメートルであるのに対して東西が約7キロメートルと、東西に細長い島である。 八ハズ岳とダルマ山の間のくびれた平地部に北浦、西の浦、南浦、松原といった中心集落が形成されており、その南岸には姫島港が位置する。また北岸には車エビの大規模な養殖場がある。第四期更新を前引く中期の堆積岩類を基盤とし、約三十から二十万年前の大会八ハズ岳、金、稲積、城山、 ダルマ山、ウキスの七つの火山の噴火活動によって形成された島である。島北東部の観論崎には、この噴火活動で形成された黒曜石が露出した断崖がある。黒曜石の露頭は日本では珍しく、姫島の黒曜石産地として2007年7月26日に国の天然記念物に指定されている。また、西部の巣、美海岸で産出する。 相鉄テおよび、東部の大海海岸で見られる、地層集局が、大分県の天然記念物に指定されている。セット内海式機構に属し、年間を通じて温暖で、降水量が少ない。砂引き層や藤ばかの群落があり、これらの植物を好む、アサギマダラが、渡りの途中で初夏と秋に、姫島に立ち寄る。ありがとうございます。